感いいな。かっこいいよ。登りたくないけど。かっこいいけど、でもちょっと切なくなる山ではあるよね。はい。石灰は取れるんだっけ？なんか取れる。秩父の発展を支えてきた山なんだけど、その代償がでかいよね、こうなっちゃう。うん。そこすれ違う。いや今日多いと思う人は。うん。まあもうみんな下山してるからほとんど見えたもんね。まあね。さすがに。うん。本当にかっこいい。いいよね。ここは。この辺でいいんだけどね。こっから先行ってもなんかもう何もないんだもん。うわ超綺麗ここ。あとあの羊山公園って見る。わしあん時に鬱憤払っなんか買われてショックだったテニスのゲーム買えたからいいよ。僕のテニス人生っていうゲーム買えたから。仕事してるな。やべここで一瞬働きたいと思って。いろんな意味で気持ちいいよね。武甲山眺めながら大変だろうけど。ちょっとこの辺でも U ターンでもいいんだけどないけど。まあ、ただ武甲山の難点としたらアクセスも悪
全然知らないんだよな。あー暑いね。センチメンタル、コンチメンタルはどこにいるの？